日本の山の世界へ、日本文化紹介、アガタジャパンマークです。今日の老舗の一品は長寿屋さんの江戸刺繍小物入れです。というわけで、長寿屋さんは1798年寛政10年に、近江ですね、あの滋賀県ですけれども、で創業しました。なので、いわゆる近江商人の経営哲学三方よしをすごい大事にしているということでお伺いしております。で、今ですね、あの虎ノ門ヒルズビジネスタワーの1階のところにお店を持たれてるんですけれども、1902年から、そちらの方の、場所になっております。今日はですね、あの江戸刺繍小物入れということで、こちらですね、あの袋入ってるのはこんな感じで、袋開けたものはこちらになっております。これね、セッタですよ。かわいいですね。ちりめんですね、いわゆるシルクを使って、生地にですね、この刺繍をですね、ここを入れてる、このセッタの刺繍とかね、これちょっと立体感あるの分かります？あのこっち側の柄は梅鶴っていうですね、伝統的な柄なんですけれども、あのこういったものをですね、一つ一つ江戸の、刺繍の職人さんが、手刺繍をしていらっしゃいます。で、旅行行くときにね、アクセサリーとか入れるといいんじゃないかなと思いますと、結構ね、アクセサリー傷ついちゃったりするの嫌じゃないですか。なのでこういう柔らかい生地のものに入れて持ってったりっていうのは、あの表面の傷とか気にされる方もね、いいんじゃないかなと思います。あとね、めっちゃ軽いので、なんか割としっかりしすぎて重い袋とかもあるので、そういうのに比べるとかなり、軽いですね、軽やかな感じかなと思います。というわけでですね、今日紹介させていただいたのは長寿屋さんの江戸刺繍小物入れでした。お買い求めは概要欄のリンクをクリックいただくか、老舗通販ネットで検索をお願いします。また高評価、ライクボタン、シェアやコメントもお願いします。日本の良いものを世界へ、伝統の良いものを現代へ、アガタジャパン登録よろしくお願いします。マークでした。